チェイスだけできればいいって言ってるやつは、一生なんだよ、俺からすれば。何をなすべきか。だから戦術がね、優れてるでしょ、絶対に。キラーの分析の分析する力とか、大切なことを理解して戦う力ってのに優れてるでしょ。足りてないという感覚でいた。つまりことなんですよ。時間が足りてないんですよ。つまり何を意味するかって、もう負けなんですよ。ここの感覚を血がなきゃダメなんですよ。毎度申し訳ねえけど、配信者とかは多分俺見てないよ。頑張ってやるんだよ。頑張ってやってる人と、理由がもうちゃんと言語化してこうだから多分無理だよって言ってる人と、どっちがあれだと思う？予測して理由込みで言ってる人の方がっぽいんだよ。これが能力なんだよ、ケンちゃん。終わりません？ほんとに。ケンちゃんの能力ってすごいっしょ。離れ技なんだよ。頑張ればできるかもしれない。これさ、先行逃げ切りのゲームでさ、頑張ればできるかもしれないっていう配信者とさ、いや、これこれこういう理由で確率的に無理だから、次のゲーム行った方がいいよっていう人と、俺どっちが優れてるかって、俺みたいなタイプが絶対優れてる。っていう込みでもう全部言ってるんだから。それが合ってんだよ、かなりの確率。頑張ればできる。頑張ってしかできないんだったら、もう頑張らないでできやりたい。これ使えばいい。充電させたいな。めんどくさいもんな。まあ、ただ一応ゲームやってみるけど。まだドラバスが単品狙われたわけじゃないから。まだここは回って飛び3台だから戦える可能性は必要あるわけで。でも何があるぞ。なくなってきてますけど、おめえやるよ、マジよ。こっち来たら、まあ、誰が回るか回らない天皇さんだと思うよ。もうやらなくなってきた。
ムカつくよな、他のやつらは手さっぱりかける。誰に迷惑かかるからやめた。これがトレンド、これが最先端走る優秀な配信者ヒロちゃんの言ってること。ダメノラは治療してくれって言って二人のとこに、だって分からないじゃん。ヒラー来てるかもしれない、信用してないから来ないかもしれないけど分かんないじゃん。今のがチームプレーなんだよ、細かな。ダメノラは一緒のところに、これジョナ・バスケスが悪いから、俺は行かなかったからね、我慢して。で、発電機も回せるじゃん。今のプレーが、今のみたいなプレーに喜び持ってるからヒロちゃんがすごいんだよ。ダメノラはね、二人が回してるとこにいて、治療してくださいだから。追われてる確率が 100% 信用しないけど、万が一があるじゃん。だから行かなかった発電機もう回るから。行かないで中間ポジ取ったのはそういう理由。神プレイヤーってそういうプレイヤーのことを言うんだよ。神技を見せるプレイヤーってのは美しいんだよ、心まで。心まで作れてるの、プレイヤー。だろうね、お前の仕事はさ、こっちのエリアで戦うことなの。前もって申し訳ないけど、デリルちゃんのね、仕事はね、こっちエリアでやったらいい仕事してるよ。発電機の位置イメージして走れたら、おや、回せねえのかよ。合わせねえなら治療するよ。使えねえよな。なんでこんなひよってんだよ。優秀なやつは回すんだよ。エンミン見てみな。ただリーチだからやってやるけど回せよ。何してんだよこいつよ。エンミンのところが回せると限んねえだろ。てくれよ、交代が止まんないんだよ、もう終わった。6時前がさ、いい感じにしてくんねえかな。それがダメなんだって。だから生きようよと行くやつは役立たずなんだよな。これしかできねえから、ノラはキャンプ気味なら発電機を回す、70秒の時間を有効利用する、時間の使い方がゼロ。発電機回すという時間を使えないのは野良。優秀なやつは発電機を回すためのプレーを行う。君だっつってんのに突っ込んでいってる。俺が言う、多分予想外でしょこれ。こんなとこに倒れるはずがないから。
ってるよ。ヘルキ。言っとくよ、もう。マジ使えねえよな、これよ。ほんと使えねえ、能力ねえプレイヤーって。マジ使えねえよな、ヤクタだずってよ。ほんと使えねえよな。ほんと使えねえプレイヤーばっかり揃ってるしよ。どこの配信者だよ。70秒の時間も考えず、予想外やっても治療を受けたらいいだろうよ。予想外の温存という言葉すらな、ままならないの、このプレイヤーには。予想外を温存するっていう頭も知恵もないと。マジで驚いてるよ、そんなプレイヤー。合わしとけよ。ダメのらは覚悟を決めれねえでね。なキャンパーの可能性があって回さねえやつ、俺のあれがセルキアが間に合うまで待ってりゃいいじゃん。回さない、セルキアを打たない。いやここで俺なら回してるわ 120%。 いないんだもん、こいつには勇気を持って切り捨てる。ほんと使えねえよな。セルキアすぐ打つだろ、ヤクサダズは。予想外を温存するためにこっちは来てるんだっていう。で俺が行けばいいのに合わせてくれないの。合わせよ、まず。使えねえよな。使えねえ、このフェンミンとか。いや俺とか見たら絶対発電機回してるよ、 200% 言っとくよ。マジ使えないもん。救助しようとしてる、中途半端になってる。で真ん中でやられるの奇跡だと思う。おめえが回してる発電機どこだよ、まず。お前が回してる発電機、いやーもうすごいよね。自分が回してる発電機のエリアでやられまーす。発電機回してください。回せるわけねえだろうよ、今の自分でやっててさ。そうしたらもう発電機回らねえだろうよ。呆れるよな。いや遅えよな。どうなの、その瞬間に走るの。俺が追われた瞬間にもう走る、速攻で金運しようが走る。こうすれば俺みたいなプレイヤーは必ず逆の方向に動くから、だから逆の方向にで付く回りでこういうなチャンスタイムを生み出すから、安全救助。俺とプレイしてるとさ、みんなが安全救助だ、大体。で俺が飛んでるじゃん、理由？ドラモグは汚いプレイをするから、俺の方が神プレイだから。吐き気するプレイするのがドラ。吐き気するプレイ、自分は安全でトンネルさせるっていう。俺は自分が危険、自分が危険を負ってでも味方を守るプレイやってる。だから俺の方が神プレイ。自分がだって神プレイじゃん。ドラの方がもう吐き気するじゃん。自分さえ良ければいい。自分は絶対見つからない。救助者だけ狙われる。俺違うじゃん、たとえリスクを負ってもやるじゃん。俺の場合はここでプレイヤーいけるじゃん。
点を使うんだよ、向こうとあっち。でもこいつはほらこれだから全員離れた2点の位置を使うんだ。ダメだろこのホント同じ位置を走るやつ違う地点で回さなきゃいけない。虎の力はねえから、何のためにデッドバイやってんの。負けるためにやってんでしょ、雑魚すぎて。雑魚やつらが負けるためにやってって意味わかんないんだけど、うまいやつがやれ、俺みたいに誰が見たってわかるような。俺がうまいじゃん、攻め方も綺麗な攻め方してんじゃん。邪魔でしかねえんだよ、同じポジションに入ってくるやつ。戦わなければ何の意味もねえんだって。もう何の発電機も回してくれねえだろ。いやーもうそこにいるだけなんだぜ、もう頭も使ってくれねえんだぜ。マジで呆れるよな、本当に疲れるよな。これがあるのよ、ドラムプレーって。自分が狙われない、何もしないで俺だけ狙われる。発電機回さない人が狙われた時だけ発電機触る。本当に役立たずのプレー。覚悟も決められないから、もうドラは覚悟も決められないから。それくらいで覚悟決めてんのよ、マジで弱いから。虎のプレーは自分が狙われなければやる。ケニーの動きはマジで低い。自己犠牲でやればよかったんだよ、自分が見つかって。自分が見つかればよかったんだよ、だから使えねえんだよ。言ってんじゃん、虎はザコイクズプレーの連発、クズプレー。自分だけ助かればいい、俺は自己犠牲、神プレー、相手を仲間のためにやるプレー。クズプレイヤーは来るから、もうマジでもう分かる。もう起きてると思うと同じにするところじゃないか、もうやばいから。思いやりがあれば俺と同じ方向に来ねえし、俺が釣られた時に自分がやられるような動きを取るんだよ、優秀なやつならば。だからさ、あそこの発電機が回んねえとかよ、これの身になってみろ。ある9割回してんのに接近しやがってって思うんだぜこっちは。そうだ、
トマラスーパースーパースター。ワード、ね、心がないプレイ2文字で言ってますよね。かから始まるプレイ、ヒロちゃんはあのね、レジェンドプレイ、ゴッドプレイ、神プレイ、対して心がないプレイヤーの動きについて怒ってるのは細かく言いますか。僕が逃げてる方向を察知して逆に逃げてあげるんですよ。例えばフック救助してる人ね、シェリフの最後のところ、ケンミのところも自分がおとりになって違う動きをしてあげて僕を助けなきゃいけないんですよ。そうしないと発電機が回らないこともあるんです。わかります？こちらからすれば本当にイライラするんです。思いやりなんです。余裕がありませんでした。余裕がないじゃなくて、じゃあさ、シェリルとフェンミンの人って俺すごいと思わない？そこの細かな動きに対して怒ってるじゃん。それに怒ってるってことは何だか何を意味すると思う？自分が意識してるんだよ。相手を見ながら動いてるんだよ。相手を見ながら相手のために動いてるんだ全部。だから俺がスーパースターなんだよ。ワールドクラスの10番。これに異論を捉えてるやつはやばすぎなんだよ。もう言ってる内容が細かすぎだろ。どの配信者よりも細かいと思うよ多分。すごい異常レベルで細かいだろう。今まで君たちはロングチェイスだけで勝てばいいなって言ったら、思いやりを持って動いていく、相手のために動いていくって俺言ってんだよ。ここが足りてねえよって言ってんだよ。頑張ってる？頑張ってないよ。俺からすれば高みを目指せな。スーパースターヒロちゃんに救われたゲームでしょ。高みを目指せ。自分の高みを目指しなさい。レベルを高めなさい。あって当たり前。これがヒーローちゃん。高みを目指せ。私のプレイは必死で逃げてます。それじゃダメなんだよ。